7分35。よし、無事 FKT 達成ですね。結構もうロードで横っ腹痛くなって最初からやばいなと思ってたんですけど、何も登っても結構ね、時計気にしながら登りました。ギリギリかなと思って、でもねバッチシですね。遅れることなくちゃんと日の出に合わせて登ってこれました。いやタフなコースですね。ぜひ大会でねこのコース挑む人も多いと思うんで、ぜひ僕の記録に挑戦してください。高千穂の山はやっぱりあの絶景を見てほしかったっていうのが、まあ、一つありますし、まあ、駐車場から、まあ、登山口から、まあ、山頂までのルートが、まあ、気軽に行けるっていうところがあるのかなと、まあ、自分も本州とか行ったりして、まあ、景色がいい山とかにも行ったりしてますけど、やっぱりそこまでのアクセスだったり登山口から山頂までとか景色を見れるところまでの、まあ、ルートが結構困難だったりする場所もあるので、それに比べれば結構いいところが高千穂かなと思っていて、基本的には九州の山から降りたら大体温泉に入れるスポットもあったりとかする部分も、まあ、山と温泉と美味しい食べ物っていうところがセットで作れるっていうところが九州の魅力かなと思っているところでもあるので、そこはあの九州外のところから見た時に、まあ、負けない要素じゃないのかなというふうに思います。You're smoking, huh? You're a supernova. Girl, you got my cup running over.